今、ちょうどなってんじゃない？ちょうどなってるんですかね。うん。時間が限り。はい、慌ただしいです。ちょうどなってる。しまったしまっちゃったね、一緒に見えましたね。一緒に見えました。はい。これ1時間ごと?1時間ごと。4時はウィンターゲインが流れてます。ああ、ウィンターゲインですね。そうなんです。はい。ということで、ゲンテン、アコダテン。はい。来ました。シエスアコダテ。シエスアコダテにやってまいりました。はい。よろしくお願いします。引き続きお願いします。これですよ。シエスアコダテと言ったら。はい。グレーの。銅像なんと言うんでしょう。リリーフですか。リリーフ。リリーフ。リリーフ。はい。で、フィルさんにこのポーズやってもらうのがいい。ちょっと恥ずかしい。じゃあ、ちょっとね、今ね。僕の拓郎さんぐらいに収めといて。はい、そうですね。そう、ここはですね、もう5、6年になりましたかね。2017年の4月。ああ、じゃあ、ちょうど、そうですね、これ。はい。今も本当にグレーのファンが。ね、今日もなんかいっぱい ね、出てて、はい。すごいですね。最初、なんかこう、このね、時計台というか、はい。1時間に1回、からくり時計。すいません。はい。すいません。からくり時計なんですけども、はい。はい。船が出てくるんですよ。黒船を、なんかイメージして。なるほど。はい。そうなんです。そうなんです。1時間に1回。ギリギリ間に合わなかったですけど。まあ、間に合ったことにしましょう。そうですね。ね、シエスタゴって、1回は、1回、2回、3回と無印で。そうですね。しかも無印の。あ、そうなんですね。以前、テルさんとかがフードホールだった。はい。前のイベント。そうです。はい、行きました。はい。ね。ノマサルーテですね。ノマサルーテ。そうですね。ヨッちゃんも来てたよね。はい、行きました。ね、そうですね。はい。は、今も毎年開催されてますか？いや、まだね。あ、そか、コロナ禍で。今年できるかもっていう話を。だからノアサルーテとかバルガイっていうところとね、ワインと食の、あのイベントがあるんですけども、その時にまたね、原点でも紹介したいなと思います。そうですね、ぜひね、うん。ちょっとかなり人が混雑する中であるんですけど、ね、でも、はい、あの、前にこそしまった時、すごいイベントですよね。ね、そうですね。ね、そうよね、500円で ね、一個一個食べれて、ね、ワンコインですもんね。せっかくね、あの、はい、スタッフの皆さん、こんにちは、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、歌姫。よろしくお願いします。あ、そうなんですね。観光客の方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい。やっぱり、テルさんのポーズ。なんかね、皆さん、せっかく来られてる方もいるんで、ちょっと、やってもらって。やってもらって。やってもらって。全員やってもらって。あ、いいじゃないですか。やるんだ。やるのね。やるのね。さすが。さすが。さすが。あ、でも、ね、こうやって、まあ、シンボリックなものが一個あることで。本当ですね。普段、ライブをやらない時でもね、観光で来てくれたファンの人がここに寄って写真撮影してくれたりとか。はい。テスト函館さんはちなみに定休日は元旦だけですね。元旦だけ。それがずっと。で、ジースケはこちら、4階は、半から夜9時半まで、はい、開館しているので、あ、そうですか。で、からくり時計はですね、9時半から夜の間の1時間ごとに、なるほど、違う曲がそれぞれ書かれる。あ、そうなんですね。はい、あ、なるほど。あ、本当だ。ね。10時から9時まで。10時から9時まで。はい。12回。アルバム的なね、ベストアルバム的な。そう、エターナリもある。すごい。いや、もう。12時間いないと全部聞けないですね。ネガティブ、ネガティブ。ネガティブじゃないです。ネガティブじゃないです。ちょうどいいですね。そうですね。うんうんうん、はい。丸1日全部聞くかもしれない。あ、本当ですか、うんうん、あと、ギターもね、あの、久しのタルボが当ててますけども、はいはい、以前は、江沢民主席にもですね、はい。なるほど。送ったタルボの、それと同型の、ですね、あと、USJ にも今、ね、飾られてますけど。あ、そうなんですか。うん。
久しの置き土産です。置き土産置き土産置き土産って言い方がどうかはちょっとあれですけど。G スクエアの G は、グレーの G です。はい。いや、原点の G かもしれない。原点の G。いや、もうそれはグレー押しでいいじゃないですか。多分、これを書くんですね。せっかくなんで、なんかね、皆さんなんか一緒に、一緒になんか撮影とかしましょうか。しましょうか。ね。はい。映ってもいいですか？ああ、いいですね。皆さん映っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？映ってダメな人はこうしててください。はい。ああ、映ってる。はい、ぜひ。すごい。地元函館の。あ、そうですか。すごい若い、お若いですよね。な、21歳。あ、21歳。あ、でも、あ、そうですか。もっと高校生くらいに。あ、そうですか。ね。皆さん函館ですか？皆さん函館で。函館に今住んでます。あ、住んでる。函館出身。出身。じゃあ、ここで、はい。はい。原点って言ったら函館って言ってもらっていいですか？じゃあいいですか？函館市民の皆さんと、原点函館！ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だんだんなんか、ね、素晴らしい。すごいですね。ね。地元の方ってね。ね。無印良品のボスなんで。ああ、ボス無印のボスですか？あの、いつもお世話になっております。いつもお世話になっております。いつも帰りに来てます、僕。はい、そうです。一緒にやっぱり、函館盛り上げようって。ああ、そうですね。ねえ。自分の取り組みを一緒にやってます。そうなんですね。移動販売車を買い物何人で作りに行ったり。つながる位置っていう、とてもこだわった仕事を合わせて、マルシェやったり。取り組みを一緒にしてたんです。ああ、そうですね。限定もちょっと函館盛り上げていきたいと思ってますんで。はい。ね。はい。やめましょう。ありがとうございます。ね、ここでちょっとのんびりしてもらって。そうですね。1階にね、スターバックスもあったりとかね、うん、そうですよね。はい。のんびりと。はい。はい、お茶飲んだりとか。はい、あ、ちょっと。あ、フラッグ。はい。おー、13年なんてちょうど10年前。そうですね、本当だ。すごい。13年前。10年前。あれかな、こけら落としたかな、グロリアスに呼んだらないと。こうやって。その時の。これかな、ね。あ、これ2015年だ。そう、あの、函館アリーナを、そう、こけら落としたときは、このライブですね。2015年。うん。いや、でも、こうやってね、こう、歴史が、ちゃんとこう、残って、いるのも、本当に嬉しいですね。実際は、本当に地元の、どんな世代の方、はい。やっぱり、若い世代にすごく来る場所なので、うん、ああ。日常からくり記念館の、うん。からくり時計に、ああ。そういう、あの、函館の、グレイさんって言ったりしたのですね。若者が感じれるような場所で。うん。そういう意味では、なんかね、グレイさんが函館の、グレイさんスターっていうのを、なんか、その町の誇りとして、みんなが思える象徴で。うん。場所だと思うんです。本当に、ね、こうやって、長きにわたり、ね、グレイの、その、ディスケアで、ね、本当ですね。そう、貸してもらって、本当に僕らも、やりがいがあるし。嬉しいですね。そう、解散できないですね。本当ですね。本当にね。本当ですよ。うん、今もう28年。解散した瞬間にこういうなんかこう、すべてが全部、ね、台無しになっちゃいますからね。それがネガティブな話って。あ、でもね、あの、先日、はい、先月か、あの、カタカナ禁止の、あ、飲み会の、そう、飲み会の配信されて、はいはい、あれを見たファンの方たちが、これはもう絶対解散はないなって。いや、本当に仲いいですからね。ね、本当に仲いいですから、ね。はい。ということで、今日はですね、はい、ディスクエア。はい。はい。お邪魔させてもらいましたけども。一応、最後はあそこの前に。あ、そうですね。まあね。だから、ここ。このぐらい、このぐらいかな。はい。あ、いいですね。いいですか。これは嬉しいんですけど。恥ずかしい。
自然にやるもんなもんなんで。いや、そうですね。そうですね。自然に出ちゃうもんですから、ね。やらされてやるもんじゃないですね。そうそうそう、これは。それはそうです。はい、それはそうです。はい、ということで、はい、今日はですね、Gスクエアさんにですね、お邪魔しました。チェスター函館。はい、そうですね。4階。4階ですね。4階。函館。はい、4階で。はい。ということで、観光に来た際には、ぜひともここに寄ってもらって。そうですね。はい。1時間に1回。カラクリだけなんですね。12回足を運んでいただいて。そうですね。はい。はい。今日はこれが聞けた。明日は何を聞こうかな、ね。いいですね。来ていただけたらと思います。はい、ということで、はい。はい。皆さん、今日はありがとうございました。はい、もうたくさんね、ね、人も聞いて。ゲッテン函館ありがとうございました。皆様、はい。どうぞどうぞ。ね、皆さん、はい、皆さん。いっぱいいてくれる方が映えるんで。ワンダーフィックス。はい。もうちょっとこう固まった方がいいかもしれない。オッケー、オッケー、オッケー。もうちょっとこう固まった方がいい。はい。もうちょっと待って。で、全体的にこう。はい。では皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、限定函館、イエーイ、ありがとうございました。